皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは月刊元気新聞7月号のご案内です。私が毎月出していますパーソナルデータ、月刊元気新聞7月号が完成しました。今日完成したばっかりなんですけどね。それで、今日のですね、今月のテーマですけども、3つほどありまして、まず1個目なんですけども、日本酒なら新潟、東北の酒に注目したの巻ということですね。これはですね、私、新潟生まれ、新潟育ちなもので、日本酒は日本で一番うまいのは新潟に違いないという教育をですね、教育っていうか、まあ、新潟の人はみんなそう思ってると思うんですけども、それで、ほとんど新潟の酒しかですね、飲んだことはなかったんですね。で、パック酒って言われるのはありますよね。まあ、そういうものだけ、例えば月桂冠だったりとか、ものすごく、こうな、ナショナルブランドのパック酒を、まあ、飲んだことはありますけども、それ以外はもうほとんど新潟の日本酒しか飲んだことがございません。それで今年の4月から、郡山の方にですね、週1回ほど出かけるようになりまして、郡山で営業所を開発して営業展開しているもので営業に行くんですけども、行って、たまたま行ったところがですね、まあ酒の卸会社だったんですね。それ2社行ったんですね。まあ別々の会社なんで、偶然同じ業種でですね。で、そんなこともあってですね、新潟に帰ってきて、近所の山屋っていうですね、酒のディスカウントショップに行ってですね、東北のお酒を探したら、秋、福島、山形、宮城かな、まあ、こんなところのですね、お酒がありまして、いろいろ飲んでみたんですが、お、意外にいけるじゃないかと。ただ私が飲んでるのはですね、純米の生原酒って言われるものだけなんですよ。まあ、普通の清酒っていうのかな、そういうのは買ったことがないんですけども、あくまでも純米の生原酒で、それでつまみと一緒にですね、お酒飲むんではなくって、私、お酒だけ飲んでるんです、ちょっと。寝る前に。なので、どっちかって言ったら、新潟のような、淡麗辛口のさっぱりしたものよりも、とろっとしたようなですね、原酒の甘い方がですね、好きなんですね。まあ、そんなことで、東北のですね、お酒飲んだら、なかなか個性的な酒があって、新潟よりいいんじゃないのっていう話を書かせてもらいました。で、二つ目がですね、ダイソンの扇風機を買ったぞっていう話で、羽のない扇風機ですよ、憧れの。まあ、その話。そして三つ目が応援メールの巻ということで、実は私がですね、クライアントさん、まあ、ごくごく一部のクライアントさんにやってることで、月曜日から金曜日までの毎日メールをですね、配信してるんですね、クライアントさんに向けて。で、その内容は、まあ、経営者だとかですね、偉人のですね、名言みたいのを送ってるだけなんですけども、まあそういうのを読んでもらって元気を出してもらいたいなということで、まあ一種の応援のメールです。ポイントはですね、月曜日から金曜日の毎日行くっていうことだけなんですけどね。まあそんなことを出してるんでしょうなんて話をですね、書かせてもらいました。ということで、月刊元気新聞の7月号が、発行になりましたということです。ですが、私のですね、これ調子でですね、手渡しで配ってるもので、たまたま会ったっていう人はもらえる人もありますし、まあ意図的にこうね、毎月お伺いしてる会社もありますけども、もし欲しいということが、人がいらっしゃいましたら、私に直接連絡をいただければ、プレゼントいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。